受け側はどうしたらいいの？すごいいい質問ですね。このゲームって投げ目敵が6フレームついてるんですよ。超強い行動があって、4フレガードしてから飛ぶんですよ。4フレだけガードしてからジャンプするの。そうすると投げ目敵中にジャンプできるから逃げれるんですわ。起き上がりガードしてジャンプ、こうやってすぐ逃げれます、投げ読んだら。だから投げって抜ける意味あんまないん、実は。投げ読んだらもうジャンプすりゃいいし、チュンリーだと前台系とかが結構強いです。これがガードジャンプです。これちなみに技重ねられててもガードしてるんですよ。ほらジャンプ入れてるの分かると思うんだけど、ガードしてますね。ごめん、これね2個できないから両方できてるっていう証明ができないんだけど、4フレガード意識、飛ぶ OK。 これ中台重なってたら ガードしてんだ。飛ぶ。これちなみになんだけど、中台だとガードジャンプ戻してやんないと台食らっちゃうから、戻すっていうのを意識、ガードジャンプ戻す。そうすると中台の間に斜め入ってる次の台の時に飛べる。中ガード、その後ジャンプ入れて戻すと次の台はガードできるんだ。なんでこのゲームそれ戻さなきゃいけないかっていうと、赤風呂っていうシステムあるせいで連続ガードっていう概念がないんですよこのゲーム。だからガードジャンプ戻すっていうのは絶対やんなきゃダメ。あの実はこういうファジーがあるんですよサードにも。じゃあ剣顔はこの遅らせジャンプどうしてかわすのというのも、それが実はあって、投げます、遅らせジャンプだとこのタイミングで確定で中台が挟まる。ガールジャンプするよ、遅らせ打撃にしてます。はい、投げも投げでも打撃でも来いや。こうなります。ガードジャンプ読んだら5フレ遅らせ中パン打つ。そうするとこういう目になる。地獄。剣はちなみに超地獄。ジャンプに移行するまでにちょっと地上にいる時間があるんですよこのゲームって。ちゃんとだからファジって逃げようとするとこれで終わりですね。剣はめちゃくちゃ強い。これがちなみにスピバにも勝つんだよ。これスピバにも勝つんですよ。遅らせるとスピニングバーっていった瞬間無敵切れるのね。だからもうスピバも遅らせガードジャンプもファジーも全部潰すん、下風呂もちなみに潰すし。だから遅らせ中台が超強い。剣の正解はこう。だからお互いに正解がこれがぐるぐる回ってるからサードって一生飽きないんだ。これを一個でも知らないとはめられて終わるから、一生ファジられて投げ重なんねえし打撃はガードされるしってなっちゃうのね。これが10先とかだとすごい展開で繰り広げられます。ちなみにこれは膝には負けます。これに勝つ選択肢が膝なんだ。こっちはあっちは遅らせてるからこっちの打撃には負ける。これが逆二択チュンリーの、お前遅らせ打撃だろと読んだ場合はこれが強いです。でだからサードやってて上手い人に勝てないって人はこの仕組みを理解してないからずっと恥じられて終わってんすよ。遅らせ打撃ってそもそもやる意味とか分かんないじゃんこれ知らないと。だから勝てない。まあこれをみんなサードやってる人はこの仕組みさえ覚えちゃえばどんな人でも読み合いになるから
サードは実はこれが結局さ、読み勝ってもループするじゃん、無限に。だからこのゲームって面白いんだ。だから一生できるし、みんなサードってサードしかやんない人が多いんだよね。これしてればいいっていうのが一個もないんだよ。受けてる時もこういう二択がかけられちゃってるから、ブロッキングのせいで。だから深いというか、そうですね。ただ梅原とかの言ってることを、金デブとかがサード嫌いな理由が一理分かってて、なんで俺が寝かしたのにてめえの逆二択受けなきゃいけねえんだっていうのは分かる。それは格ゲーとしておかしいんだけど、スト3っていうのはそういうゲームなんですよね。だから梅原は有利取ったらパワハラしたい、まあ分かる、格ゲーってそういうもんだから。なんで自分が攻めてるのにパワハラできねえんだよと。サードはそれを許さないゲーム。パワハラしてくるやつにちゃんと訴えれる、訴えて返せる行動が一応あるけど、パワハラする側の方が有利みたいなっていうゲーム性なんで、弱キャラでもブロッキングがあるからなんとかなるしっていうところがあって、このゲームは常に、だからなんて言うんだろう、一生固められてる時がないというか、常に相手のターンみたいなのがないんですよね。あんまり言うて原人中とかはそうなんだけど、中足砲翼持ってるチュンリーとかはそうなんだけど、まあだから、まあ剣とかもねそうなんだけど、剣ユンチュンってチュンマコあたりは、まあそこら辺が結構できちゃうんで、まあ他のキャラに比べてめちゃくちゃ強いんですよね。だから3強なんですけど。